レディース&ジェントルメン、どうもドラムササキです。はい、今回はキスキルリラをどう周回してるのかと、はい、やっていこうと思います。ずっとね、5、6時間ぐらい同じ作業やってたんですけども、やっぱミッキーを入れるとあれだね、骨がポロッて落ちてワンドロしてくれるっていう、うん、そうミッキーね、70連で出てきてくれたんですけども、そう、まあ、動画にはしなかったんだけどミッキー当てました。で、ミッキーもいいんですけども、まあ、今日やっぱ忙しかったね。これの、これもずっとやってたんですよ。まああらかじめまあ後付けなんで、まあ一緒に、BGM くんもね、BGM くんあれなんですよ。今ちょっとね、やっぱ忙しいんで、なかなかね YouTube の方に顔出すことがちょっと難しいなって、彼がそう言ってますね。もう少ししたら、まあもうちょっとしたらね、あの顔を出してくれるみたいな感じで言ってるんですけども、で、そう、イチミクもね、あれなんですよ、まあ、編集の方で結構忙しいんで、だからって俺はまあ暇ってわけじゃないんですけど、そうやな、こうやな。で、ミッキーワクワクつけたいんで、まあ下行こうかな、ライブでミッキーにワクワク時折つけるまでやめられてみたいな感じでやっていこうかなと思います。ちょっと待って、ブルブルブルンブルンしてるぞ、ブルンブルンね。ほんと真面目に、あのお寮おばあちゃんがマジ強いんで言いたいと、お寮おばあちゃんを、うん、入れていくとマジで、はい、で今回俺がなんていうの、こんな風にあのミッキー、ミッキーやっちゃえば、キスキリラーをこんな風に今周回してるっていう紹介なんで、何の参考にもないと思う。で、この1があれだね、ああ出てくる前に倒しちゃったよ。でミッキーの SS が弱点を全部出す SS なんですけども、びっくりするほど強い、強いっていうか、まあすごくね便利な SS ですね。であともうほぼほぼ適当打ち、ほぼ適当ですね、ゲージマックスなんで、アイテム使ってるんでね、ちょっと。で今日もね2、3万円課金してきてミッキー当てて、で明日以降もね5万円あたりかな課金してこようかなと
うちが支えるんは龍馬の魂。やっぱね、死ぬほど課金しないと、もうそうだね、課金するのがやっぱ頼み先ですから。うちが支えるんは龍馬の魂。いや強い、カメハメハの友情もやっぱ強いね。さあミッキーの出番やな。魔法をかけるよ。とっても綺麗ね。そうこれね、全部弱点出すっていうやつが結構強いっすね。ストライクショット、渾身の一撃。はい、そしたら人また会いに来て、はい、こんな風にね、まあいつもいつもというか、まあ初日からねずっと周回してます。朝から昼夜とずっと今周回してますね。はい、まあ参考幅にならないと思いますけども、良ければ評価チャンネル登録お願いします。ということで明日以降にまあ運曲になると思うんで、また動画にしようかなと思います。良ければチャンネル登録チャンネル、そして説明欄から、私の Twitter と Instagram、やってますので、そちらからフォローもぜひぜひとお願いします。以上、ドラムサキでした。バイ。